こんにちは、花坂じいさんです。今日はですね、金魚草の切り戻し後の摘心をして、再度超満開にする方法4選をね、皆さんに伝えたいと思います。この金魚草の特性はですね、開花期が非常に長いんですね。しかもね、耐寒性が強くて香りがあるんですよね。はい、特徴はね、甘い香りを漂わせて、金魚を連想させる愛嬌のあるふっくらとしたね、花形なんですね。この花ですね、とっても可愛い花です。それではね、早速切り戻し後の摘心をね、やっていきたいと思いますが、切り戻しはですね、先日の猛暑でもうかなりねぐたっとなってたんですね。それを思い切って切り戻しをしました。で、今日はね、その後の摘心ということで、1回目の摘心であります。をやっていきたい。またね、こんないっぱいね咲かせたいというふうに思っています。摘心ですから、枝先をねカットして脇芽を出す作業ということで、花とかつぼみはなくなりますけどね、まだあんまり咲いてないからですね、今のうちにやった方がいいかと思います。こういったとこがありますね。こういった咲いた後の花ね、これ一番上で切りますね。葉っぱの上でねちゃんと切ればいいんですね。こんな感じです。これです。はい、この作業の繰り返しですね。これにももうすでにつぼみがね出来かかってますけどね、これもこの下でちょこんと切ります。こんな感じですね。1番目で来たり、2番目で来たり3番目で来たりしますけどね、まあ、この形をねこう、作っていこうかなというふうに思ってますので、その形も考えて、これはねこんな感じですね。こんな感じで切っていきますね。ほんと枝先だけで結構です。せっかくつぼみがついたのにって思われるかもしれませんけど、これをやっとくとですね、またまたいっぱい下から脇芽が出てボリュームが出てくるんですよね。これ今3色ね植えてるんですけどね、はい、いっぱい咲いてくれたんですけどね、猛暑で行かれましたね、やっぱりね。はい、枝先こんな感じでね切ってきます。花がついてるところね、おつぼみも結構ついてきてるんですけど、はい、これをね繰り返すだけなんですね。はい、大体ね、切りましたので、あと漏れてるところはね、その都度またカットしていただければなというふうに思います。切り戻し後の摘心が終わったらね、まず何をやるかというと消毒をやります。こういったものですね、虫病気の予防ですね。結構虫とか病気とか来ますからね、まず株元からシュッシュッシュッってやって、花からはちゃんと開きます。あと切り口をね重点的に消毒をしておいてください。そしてね、摘心とか切り戻しをしたらね、こういった観光性肥料をねあげてくださいね。ちょっと今日はプランターで大きいので、これくらいですね、粒状のものを、2個ずつぐらいですね、埋めますね。鉢の縁に埋めます。なんで鉢の縁かというと、根から一番遠いところにね、根に負担が来ないように、
埋めるんですね。はい、ここに入るんで2個ずつぐらい転ばないようにね埋めます。ただそれだけです。はい、もうすでに転びましたけどね。はい、転んじゃいましたけどね。はい、これでですね、切り戻し後の摘心終了ということなんですけども、引き続きね再度超満開にする方法4選をね今から伝えます。4選の1つ目何かというとですね、栽培環境なんですね。この金魚草はですね、日当たりと風通しの良い場所で育てます。で、水はけの良い土を好むんですね。体感性はねマイナス5度、マイナス5度ですねと言われております。暖かい地方ではね外でも冬越しできます。私は九州ですが、外でも十分行けます。ただしね霜に当たらないようにね軒下に置くか霜よけは必要かというふうに思います。2つ目、水やりです。金魚草はですね乾燥には非常に強いんですよ実は。しかしね加湿には弱いんですよね。加湿にするとね枯れてしまうんですよ。で土が乾いたらねたっぷりと水やりをします。で花にねこうさっき花が咲いてたと思うんですけど花に直接水をかけるとねこれも枯れてしまうんですよね。冬はね生育が鈍るちょっとね遅くなんですよね。ですからあまり、水やりは必要はありません。まあやるときはね暖かい時間帯にあげてほしいなというふうに思います。3つ目、何かというと肥料ですね。で植え付け時にね緩効性肥料を混ぜて植えます。で冬の間ね寒冷地では肥料は必要ありませんが暖かい地方で花が次々と咲いてくるようでしたらですね、月に1回ですよ固形肥料をあげてください。4つ目、これが一番重要。実はね今日は摘心をやりました。でこのままでもねあらかたこう咲くんですよ。あらかたこんな感じで咲きます。しかしね満開にはなりますけど超満開は無理なんですね。ですからもう1回だけ、今の要領でですねあらかたこう咲いてきた時にもう1回やればねこんな感じで咲きますから蜂が見えないように咲いてくれます。いやもうこのままでいいよの方はね、このままこう摘心1回されても十分なんで、満開を楽しんでほしいなというふうに思います。今日はね金魚草の切り戻し後の摘心をしました。花咲かじさんと一緒にね再度もう満開になったんですよ。超満開になったんですけど、それを切り戻して今日摘心したわけですから再度超満開の花をね花咲かじさんと一緒に咲かせましょう。最後になりましたがねいつもコメントくれてありがとうございます。感謝感謝感謝なんですね。チャンネル登録しまた視聴して花咲かじさんを応援しましょう。方法は今画面中央に私の似顔絵が出てますからねピッとねクリックするだけです。右側のベルのマークも押してください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画で張り切ってお会いしましょう。